この絶景を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。というわけでね。今回もゴジラ VS 実況でやっていきたいと思います。平和協定はバーニングゴジラさんがやっていると、B の方ですね。みんなかもしれない。あと、中って書いてますね。5月20日生まれなのか、それか1月1日やっほー。おー、爆風でかすぎて見えねえ。もう一度だ。おー、なんでだー。大丈夫、食らってない。貫通したけど、かっこよかったけど今。かっこよすぎる。お、スペコジもやるっぽいね。きた、きたきた。おー、一瞬だけど、サムネではいけるかな。ほっ。おー、なんださっきの一瞬だけか。素晴らしかったけど、もう一回いこうか。上からの方がいいね。飲んでいいか、スペコジ。いくよ。違うでしょ。おおお。大丈夫だ、今のは失敗だろう。おお、本当に失敗か、それは。大丈夫か、失敗じゃねえな、それ。失敗じゃねえな。うわあ。クソ、揃ったのは一瞬だけか。あ、こっちにやってくれれば俺掴んだのに。じゃあ、わしが行こう。あ、行くのかい？おーっとっとっと、これは倍に50を縦にしろ。おー、すまねえ。俺がいるから、体内放射できなかったね。すまない。俺が邪魔した、今のは。でも、あのスペコジは乱戦にしたいっぽいよね。でも、まあ、身動きしてみたところ、結構ね、カクつくので、あれだね。ちょっと外人さんっぽいですね。でも平和協定一回でもしてくれたのは嬉しかったですね。ありがとう、スペゴジオ。一回でもやってくれてありがとう、外人さん。で、ちなみにですね、コントローラー、また買い直しまして、やっとちゃんとしっかりとした PS4 のコントローラーになりました。なのでね、またカチカチいうことはあまりないんじゃないかなと。まあ、多少は、カチカチします。ただ、前ほどはカチカチしないと思います。はい。ちゃんとね、R2 ボタンもこうやってね、押せますんで。いやー、でもコントローラー買うのに6400円は高えわ。6400円だよ。コントローラーだけだよ。単品だよ。高いよね。ソフトより高いもん。中古のソフトより高いもん。てか、新品でも、このコントローラーくらいのものあるかもしれないけどね。6400円だよ。なかなかいい値段するよ、これ。おー、頑張ってる、リスナーさん。おー、だいぶいくね。めっちゃゴリゴリ。おー、さすがに盾張ったか。おー、でも一応逃げない外人さんだね。まあ、自分から喧嘩を打っただけはありますね。お、どうした、どうした、どうした。容赦ねえなー。容赦ねえな、あのスペゴジ。
どうしようか。あ、もう行くのね。まあそりゃそうだね、そこまでされたらね。まあでもね、このゲームはね、戦うゲームなので、全然あれはルール違反とかじゃ全然ありませんのでね。おー、すげえ、まだ防いでる。おー、軽くなった、急に軽くなった、ぬるぬるとるぞ。お疲れ様です。お疲れ。じゃあ一応平和協定はやったんでね、やりましょうか。おーしょ、よいしょ。くそ。おっ、おっ、うわっ。おいしょ、耐えろ。くそー、なかなか無理だな。おお、2連続。よーしよしよしよし、いいぞ。うーん、なかなか痛いね。おいしょ。お、受けるんだ。あれね。おお。なかなか厳しいぞ。あとちょっと。うわー。爆炎がやべえな。ちくしょう、勝てなかった。やっぱリスナーさんって強いな。リスナーさんに真正面から戦って勝てたことがあまりないもんね。ガイガン。はぁ、てか多分この動画が上がってから、顔出し動画出してると思うんですけど、出すと思うんだけど、まあね、そこでやっと、皆さんお待ちかねの、私が昔言っていた、ゴジラの、フィギュアでいいのかな?そちらを紹介していますのでね、この動画の次に出てくる顔出し動画、お楽しみにしていてください。まあね、結構ラフな感じで撮っていますのでね、なんか、ちゃんとした感じではありません。あと、まあ結構ラフな感じで説明して、おー、かっこいい。ちょっと待って、これ綺麗。しかもぬるぬる動く。しかもみんな全員リスナーさん。そう、かっこいい。じゃあ、K の大冒険ビルの方に移動。よいしょ。さあみんな向こうに集合だ。ここ通れないから壊してほしい。やばい、ちょ、ここ。おー、危ねえ。おー、危ない。向こう行こう、向こう。危ない。おちょ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 、なんでそっち、ちょ、危なあ、まだ喉治ってないんで咳出ます、ご了承ください。おお、これかっこいいの取れそうだな。よいしょ、よいしょ。こんなもんか。おお、やーべ、デストロイヤーの迫力がすごい。撃て。こうかな。いいよ、撃って。いいね。おお、こっちの画面の方がいいかな。おお、やばくね、今の。かっこよかった。おお、ありがとうございます。いや、ぬるぬる動くね。いいね。
すっごいぬるぬる動く。そこ壊しちゃダメよ。そこ壊しちゃダメよ。ダメよ、壊しちゃ。壊しちゃダメって言ってるんでしょー。粉砕、玉砕、大喝采じゃないか。ほら、やるぞ。よし、ゴジラから許可もらった。おー、デスロイヤーもやってるね。オッケー。おおおー、いっしゃー。一回投げるか。あぶね。おお、すごいことになってんな。おおおお、突進で負けた。あー、痛い、痛い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 。ほっ、おいしょ、おっと、おーりゃ、いいね。おおおお、ひでおお、いてててて、てなかなかいい勝負。おお、おお、うまい。これは痛いぜ。おし、おお、おお、どうだ、2連続、あっ、おお、これは、ああ、いや、今のどう考えてもお腹に噛みついたら君の方が痛いに決まってるじゃん。なのになぜ俺がダメージを食らうんだ。ねえ、お腹ギュイーンって回せばね、腹噛まれただけは絶対こっち勝てるんだけどね。まあそんな細かいことは置いておこうか。まあしっかり負けました。いや、いい戦いでした。ありがとうございました。今回はね、ここら辺で終了したいと思います。皆さんね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではね、次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。